はい、こんにちは、まめと申します。デスゲーム実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回地下に来て、なんか扉が開いてたので、開いてたのでっていうか、なんか行けるところができてたので、そこに入ってきたんですね。はーい。なんか木の板とかいろいろ手に入れたけど、もう何もないの。あーそっかそっかそっか、私が棚で塞いだんでしたね。はい、一応セーブしとくか。よいしょ。他のところも行けるようになってるかもしれないので、ちょっと確認していこう。下の方らへん、こっちの下とかもね、ここも多分いずれ開くんだと思う。こっちの横は、はい、開いてない。あ、じゃあやっぱりボタン生で操作するっていう感じなのでしょうか。とりあえず一回針食らったから、ここで休憩させていただこう。あれ？こうやって休憩するんじゃないの？おじさんに話しかけるの？はい。あ、休みます。はい。では行ってきます。じゃあボタンの間をまた操作して、あの回路がなんたらこうたらっていうのは、ここら辺の部屋のことかな、が開く開かない的な感じでしょうか。これはなんかかなり作業芸になりそうだから、倍速で お送りした方がいいのかな。どうしようかな。まあまあ撮り終わってから考えるか、それは。はい、じゃあボタン沼の前でセーブをしてと。はい、なんかパソコン調べたらこんなん出てきました。小型バッテリーを入れますか。はい、やった。メモリーカードを挿入してください。入れる。メモリーカードを認識しました。これより A 館と B 館の、自由通路と一部のドア、 B 館と9館の自由通路、旧2階への、階段ロックを解除します。おお、やった。これでなんかちょっと進みましたね。はい、ということで2階、じゃあ9館の2階をちょっと探索してみますか。へい。2階は、2階じゃない、2階は、どうなんだろう、何これ。なんだろう、この石碑。緑色のくぼみがあるぞ。はあ、なんかはめるものを見つけてくるんでしょうか。こっちも同じようなのが。じゃあ、下から回っていきますと。光の間、これってサングラスかける。はい、どうだ。あー、明るい。え、迷路になってる。ちょっと待って、呪いの像、この像の周辺に決して近づくな。もう近づいてしまったな。ここはできるだけ早く立ち去ろう。あ、これってもしかして、ちょっと待って、SRG に感染しているようだ。おそらく石像から何か成分が出ていたのだろう。これを治すには SRG 薬、これか。あ、待って、ある。これ、死んじゃった。はーい、とりあえずまっすぐね、あのゾーンのところに行ってはなりませんということですね。はい。わかるかー。ということで、もう一回あそこ挑戦しに行きましょう。はい、やってきました。じゃあこっちから。これは大丈夫？大丈夫みたい。端っこから攻めていきましょう。はい、ん？迷路ね、豆ほんとダメなんですよね。ことごとくね、ことごとく行き止まりを引き当てるからな。
ほらな。ほらな。ほらな。これは、倍速フラグですね、思いっきし。はい。倍速。なんかあった。石像の手のひらに何か乗ってるぞ。果物ナイフ。果物ナイフ。眩しくてどんな本かよくわからない。なんだと。なんでこんなに眩しいの。はい。果物ナイフ。何に使うんや。あっち行きたいな。どうやって行けばいいんだ。とりあえず。どうやって来たんだっけ。待って。どうやって来た？どうやって来たんだ？どうやって来たんでしょう？びっくりした。こっち。急がば回れと思って奥から回ったらこうなるというね。こっちにも。南京錠を手に入れた。果物ナイフと南京錠。一体何に使うんだ？よし。あと花、気になるよね。ここじゃない？あったあったあった。翡翠の花。やったー。翡翠の花。これであれが作れるんじゃない？これこれこれ。ささみ。待って、タタラ持ってない。タタラ持ってない。ほら。じゃあ、戻るまで、倍速。はい。出られましたと。じゃあ次は、この横でも行ってみましょうか。はい。制御の間。鍵がかかってる。次は闇の間。懐中電灯使う。子猫がいるぞ。首に鍵らしきものをぶら下げている。捕まえてみよう。子猫？まさか！待って。まさか。大丈夫よね。ああ、よかった。もう、こいつ見るとびっくりするじゃん。またなんか。っていうか、子猫とかどこにいるの？何も入ってない。ああ、いた。この猫じゃない。なんだと。来た、タタラ。暗くてどんな本かよくわからない。かわいい子猫ちゃんがいたね。ああ、いっぱいいる。ギャー。普通の猫じゃないな。研ぎ澄まされた鋭い爪に引っかかれた。かなり凶暴な猫だ。近づかないようにしよう。はい。もう一匹いたんだけど、こいつか。この猫じゃない。マジで。どれ。とりあえず端っこにいるっぽいな。猫どこ。これは？ああ、キャー！引っかかれた。マジで？今一歩のところで逃げられた？いや、今思いっきり捕まえたじゃん。惜しい、もう少しで捕まえられる。待って。ちょっと待って。猫ちゃん。よし、捕まえた。首に鍵をかけているぞ。青の鍵を手に入れた。青の鍵。どこだったっけ？違う缶ですよね。違う缶のところで見たやつだ。でももうちょっとこの缶を調べさせてください。もうこれだけかな。これだけっぽいな。これだけですね。じゃあ、戻ります。でも、さらに上があるんだ。ちょっともうちょっと上に行かしてください。はい。赤の鍵これ。
そう。うわー、広いな、またここも。え？部屋ない、部屋ない、部屋ない。そっか、じゃあ下まで降りるか。あ、でもここ静寂の間。よし、行くか。どういうこと？なんもない。え、なんもないよ、なんもない。そんなことってあるの？んー、まあ今はよくわかんないですね。はい、これは制御の間。これも開かない。え、あ、これあれを使うんだろう。木の板、ここに木の板を渡してみよう。もしかしたら通れるかもしれない。はーい。はーい。いって、どうやら木の板だと重さに耐えられなかったみたいな。他のものを探さないと渡れないなー。はーはー。というところで、じゃあ、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はこの3階をもっと詳しく探索していきたいと思います。では、バイチー。